外交ってすごいいろんな思惑が入り乱れているよね。外交に限らず、政治なんてそんなものだろうな。一般人が知らないところでいろんな思想があるだろうし。外交であればいかに自国に利があるかを考えながら行動するだろうし、一般人にとっては印象が悪く映ることもあるよね。まあ、仕方のない部分ではあるよな。日本の謙虚な姿勢を見せるのは美徳だが、海外の国々のように時には強気な姿勢を取ることも大切だと思うぜ。そうだね。今回はオーストラリアのアタック級潜水艦計画、フランス案を破棄して、アメリカイギリスの支援を受けた原子力潜水艦へ変更したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年9月16日、オーストラリアの地元メディアである ABC ニュースは、同国の新型潜水艦計画であるアタック級がフランスとの合意を破棄し、アメリカ及びイギリスとの協調でこれに代わる潜水艦調達に動く模様だと報じたよ。少しこれまでの経緯を振り返れば、オーストラリアのアタック級潜水艦計画には、日本の双竜型やドイツの214型なども名乗りを上げていたが、フランスのシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改める案が2016年に決定したんだ。アタック級潜水艦は連12隻の建造が前提とされ、かつ国内の製造業への空洞化が深刻なオーストラリアにおいて、自国内での建造による雇用政策等への利用への側面もあり、政治的にフランス案が採用されたとみなされものだったんだぜ。しかし2016年のフランス案への決定後も、そもそもオリジナルである本国フランスのシュフラン級自体の建造への遅延や、自国建造で12隻を揃えるには30年以上の歳月が必要との時間的な問題も指摘され、たびたびその危うさが指摘されてきたんだとさ。問題点は山積みだったってことだね。ことに30年も12隻の建造に時間を要する点と並んで大きな問題とされてきたのが、その計画に要する総コストの上昇であり、当初500億ドルと見積もられていた金額は最近の試算ではほぼ倍の900億ドル相当とも囁かれていたんだ。めちゃくちゃ高騰してるね。こうした費用面の高騰はフランス側のみの問題ではなく、自国での建造をオーストラリアが推し進めようとした結果、想定以上に高い人件費が発生することも一因だったとも言われ、世界で最も高価な潜水艦計画だと揶揄されていたよ。しかし2021年5月のイギリスでの G7 サミット後に、オーストラリアのモリソン首相とフランスのマクロン大統領が直接のトップ会談を行い、マクロン大統領が政府を挙げてアタック級潜水艦計画の遂行を確約するに至ったんだぜ。これにより細かな点は別としても政治的にはトップ同士の直接交渉で完全に決着したかに見えていたのだが、今回急転直下、オーストラリア側がフランスとの合意破棄に切り替え、さらにアメリカ及びイギリスからの支援を仰ぐと打ち出したんだ。フランスからアメリカに乗り換えたってことになるのかな？お互いが現在の世界の情勢下で同様に民主主義資本主義を掲げ、いわゆる西側諸国に属する国同士であるにもかかわらず、ここまで大掛かりな軍事契約の破棄が現実に行われるとは、かなり意外な展開だったと言わざるを得ないよね。政治的に見れば中国との対峙を何としても自国陣営側の優位に進めたいアメリカのバイデン政権が、これまで親中路線を歩んできたオーストラリアの脱却意図を巧みに利用し、ある種独立路線に近いフランスを排除したようにも映るかも。無論フランスのマクロン政権が乱行したアメリカとイギリスの横やりに強い反発姿勢を示しており、アメリカのバイデン政権の今回の振る舞いは、オーストラリアの置かれたインド太平洋地域の安全保障にマイナスとの見解を示しているぜ。それはそうだよね。フランスからしてみればアメリカやイギリスの行動は横やり以外の何物でもないもん。第二次世界大戦後の歴史の中でもアメリカを中心とする西側諸国に組み込まれつつ、フランスは軍事兵器の国産化に強いこだわりを見せ、独自の路線を主張することが多々あったが、今回の件がそうした中でも最大級の事例となるかもしれないな。アメリカやオーストラリアの政治的な思惑はひとまず置くとして、シュフラン級の推進機関を通常動力型に改めたものをアタック級潜水艦計画としたのは、オーストラリア側の意向に沿ったものであったことは間違いないよ。この手間を考慮すれば、フランス本国では原子力推進型として建造されているシュフラン級に、わざわざ手を加えることは非効率であり、建造を担うフランスのネイバルグループもゆくゆくは原子力推進型を推すとの報道も過去にはあったんだ。オーストラリアがこれまでの政治的なしがらみをリセットして、
潜水艦の動力を原子力推進方式に変えることを打ち出すだけならば、コスト面の調整は生ずるにせよ、そのままアタック級を原子力推進にする選択もあったはずなんだよね。これをせずにアメリカとイギリスからの原子力潜水艦の建造技術支援に急遽方向転換したことこそが、今回の件の最も重要な部分であり、フランス側がアメリカとイギリスの大声だと捉えている根幹の問題点だろうな。関係悪化が心配だね。個人的には、ここにはオーストラリアが置かれている2つの大きな課題を一挙に変換しようとする狙いがあったのではないかと思え、その3つとはカーボンニュートラルへの対応と、原子力の軍事利用を含む解禁だな。まずオーストラリアは原子力発電を国として法律で禁じており、これまでホースでかつ安価で調達できた石炭を燃料とする火力発電所に依存していた体制にあり、2000年頃から世界の潮流もありカーボンニュートラルへの取り組みを強化したぜ。この取り組みにより石炭を燃料とする火力発電所の比率は2007年にはおよそ8割弱あったものが、10年後にはおよそ6割強にまで引き下げたものの、再生可能エネルギーへの設備投資が膨らみ電気料金そのものは2倍にまで高騰したというんだ。この電気料金の高騰はオーストラリアをして、それまでの方針であった原子力発電解禁への転換に向けられていき、近年では徐々にこれを研究報告等の発表を通して国民に告知しており、その導入のハードルを下げる動きを見せていたんだ。オーストラリアは強硬な反捕鯨国としてもよく知られており、良くも悪くも環境保護という大前提を掲げれば政策が了承される傾向にあり、カーボンニュートラルが欧米で主流となる中で原子力の解禁が規定路線となりつつあったと言えるね。2021年8月にはオーストラリアとイギリスとら原子力発電を含む、カーボンニュートラル提言への技術協力を行う覚書を締結しており、国民の間に嫌悪感が強かった原子力発電を浸透させる土壌づくりに邁進しているようだな。オーストラリアら2国だけでなく、昨年2020年に新型コロナウイルスの発生源をめぐって中国との関係が悪化するまでは、石炭を最大の輸出品として中国に提供しており、今後これも問題化することを防止したいとも取れるぜ。こうしてカーボンニュートラルへの対応、そして中国を利する石炭輸出停止及び国内での原子力発電は必須だと国民を納得させ、そこで薄らいだ国民感情と中国の軍事的脅威の観点から原子力潜水艦も必須と世論誘導を行うんだろうね。2021年現在、アメリカの攻撃型原子力潜水艦の最新型はバージニア級であり、イギリスはアスチュート級だが、どちらもオーストラリアが望む長距離対地攻撃用の兵装としてのトマホーク巡航ミサイルを運用可能だよ。これらの潜水艦技術がこれまで他国に提供されたことはなく、今回のオーストラリアは国内で少なくとも8隻を建造したい方向のようだけど、詳細については続報を待つ以外に今のところはない状態だね。日本のことを考えれば、2011年の東日本大震災で原子力発電所の危険性が指摘された状況からすでに10年が経過し、次々と一旦休止されていたそれらも運転再開を行っているが、原子力の軍事利用には唯一の被爆国として可能性はなさそうだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。